百0神英図伝、千花夫人、千花夫人陳氏は、南朝陳の先帝と瀬姫の間の娘。隋の文帝要件並びに、陽大王広氏の長妃となった。南朝陳で、年延公主に封じられた。聡明で容姿は美しく、並ぶものもなかったと言われる。南朝陳が滅亡すると、隋の高級に入れられて、貧となった。当時独古皇后の性格は、 嫉妬深く、高級に勧められる女子も稀であったが、陳氏のみは許されて、長愛を受けた。新王、陽博氏は、皇太子の位を、兄の陽勇から奪うため、陳氏に、金蛇や、金蛇などの宝物を送って取り入った。皇太子の配立にあたっては、陳氏の後援も有力であった。独孤皇后が死去すると、位は基準に進み、 文帝の長愛を独占した。604年、文帝が死去すると、衣装により陳子は、千花夫人となった。陽大即位の後、千都宮に京移したが、間もなく再び高級に入れられた。605年、死去した。去年は29。陽大は、彼女のことを悼んで、神娼婦を作った。史実岩の記載によると、文帝が、忍術宮で病床に着いたとき、 陳氏と皇太子、陽博氏は、文帝のそばで看病した。陳氏が着替えに出たところを、陽博氏が関係を迫り、陳氏はこれを拒んで、文帝のところに逃げ帰った。文帝が怪しんで問いただすと、陳氏は、陽博氏の無礼を訴えた。文帝は、畜生、何ぞ大事を伏するに足らん。毒子、誠に、我を、ごてりと言って激怒した。文帝は、 兵部少書の竜術と黄門二郎の元元を呼んで、敗退士の用意サムを召し出すよう命じた。竜術と元,元元がこのことを、左僕屋の要素に告げると、要素は、陽広氏に報告した。陽広氏は、長江を神殿に派遣して、陳史と高級で看病する人々を別室に移させた。間もなく、文帝は、死去したが、もは発せられなかった。 陳氏と高級の人々は、事変の発生を察知して戦慄した。夕暮れに、陽広氏からの死者がやってきて、合わせ張りで封のされたものが、陳氏宛に送られてきたので、陳氏は、陳毒ではないかと恐れて開けられなかった。死者に促されてしぶしぶ開けると、中からは、同心血数枚が現れた。宮人たちは、死を免れたと言って喜んだが、陳氏は怒って、 席を外し、礼を伝えることもしなかった。宮人たちは死者に返礼するよう陳氏に迫った。その夜、陽広氏と陳氏は関係した。ありがとうございます。